ベルベージュの駒澤です。本日もオンラインストアに掲載される商品をご紹介いたします。ご購入はベルベージュのウェブストアのみとなっております。サイズ金額状態等のお問い合わせもですね、合わせてベルベージュのウェブストアの方によろしくお願いいたします。本日紹介する商品は、6月の、19日、夜の21時に掲載される商品となっております。詳しいことは概要欄に書いておりますので、そちらの方チェックしてみてください。ではまず初めに T シャツから紹介していきます。タグが、90年代のナイキ、サイズ表記はミディアムですね。でこれボディの色が水色ですね、いい色です、水色で、袖裾シングルステッチです。でラバープリントでナイキのスウォッシュとロゴが入っています。シンプルですが夏1枚で着るといいデザインかなと思います。L 表記ですが意外と大きいですね。実寸で L くらいあると思います。僕で合わせてゆったりします。いい T シャツです。こちらお値段が5800円と消費税です。続きましても、古めの T シャツ紹介させていただきます。タグがスポーツウェアですね。でサイズ表記が L サイズです。でこちら70年代後のものだと思います。でオレンジボディで、バインダーネック、そして白でラバープリントが、これデザイン可愛いですね。星とかも入ってます。でバスケットボールの、T シャツですね。で裏面は無地です。で L 表記なんですが年代古いので逆にこっちはちょっとちっちゃめです。僕がピタッとするようなサイズ感です。女性の方がピタッと着る分にはすごい可愛いかなと思います。こちらのバスケットボールの T シャツお値段5800円と消費税です。続きましてチャンピオンの T シャツ紹介させていただきます。タグがトリコの XL です。こちら 100% コットンのボディですね。で色味がちょっと珍しいですね。青、淡い青ですかね。でバインダーネックで無地のタイプです。スクリプトとか目も入らないタイプですね。で若干シミ汚れだったり汚れとありますが夏1枚で着るとプリントがない分これくらいの雰囲気が調子いいのかなと思います。裏面はこんな感じです。状態はいいです。で XL なので僕だとサイズが大きめですね。こんな感じになります。身幅もしっかりあって着やすいかなと思います。こちらのチャンピオンの T シャツで5800円と消費税です。続きましてフットボール T シャツですね。こちら、チャンピオンの70年代バータグで XL ですね。で 100% コットンです。こちら赤ボディのフットボール T シャツ、これもナンバリングがいいですね。7番1桁です。でラバープリントで袖もラバープリントですね。で後ろにも7オンリーで入ってます。こちらもバインダーネックで、いい感じかなと思います。ボディの状態かなり綺麗ですね。サイズ表記 XL で全然チミも出てなくて僕だとちょっと着丈は長いかなと思います。乾燥機とか入れていただいたら着丈とか縮むので、サイズ合わない方はぜひ試してみてください。こちら 12,800 円と消費税です。続きましてプリント T シャツですね。タグがいいタグついてます。ステッドマンですね。サイズ表記がラージです。で 100% コットンのボディで黒ボディでこの目がいっぱい、いろんな種類の目がとんがってる目だったり、こういう感じの、カートコバンのサングラスみたいな目もいたり、まん丸のドラえもんみたいな目もいるんですが、この目蓄光プリントで、蓄光ですね。でプリントされていて、光当てていただくと暗闇で光ります。面白いデザインです。で後ろは無地ですね。でコピーライトもここに入っていますね。で袖と裾はもちろんシングルステッチです。でラージ表記で僕だと気持ちゆったり、気持ちではないですね、ゆったり着れます。いいサイズ感です。こちらの目の T シャツでお値段が7800円と消費税です。続きましてアート T シャツですね。こちらアメリカのタグがついてサイズ表記ラージです。で 100% コットンですね。でこちらローレンス・スティーブン・ラウリーの絵が描かれていますね。こんな感じです。で裏面は無地です。でボディの状態もかなり良好ですね。でこちら袖裾シングルステッチでラージ表記僕で合わせて、こちら身幅もしっかりありますね。着丈が若干短いので僕くらいの背の方におすすめです。女性の方が着ててもおしゃれで可愛いと思います。こちらのアート T シャツでお値段12800円と消費税です。続きましてロビンフットですね。タグがこちらです。アメリカ製のサイズ表記 XL です。こちらも 100% コットンですね。でこちら黒ボディで、ロビンフットです。あのつぶつぶの、プリントがでロビンフットの絵が描かれています。こちらアニメとかの方ではなくて1991年に公開されている方の実写版の方ですね。こちらの方にコピーライト1991と載ります。で裏面は無地ですね。91年の時のものなので袖裾はもちろんシングルステッチです。透明で見ても、インパクトありますし色も結構使っていて可愛らしいデザインかなと思います。下、今日の僕みたいに黒で一色でまとめてあげると派手ですが意外と着やすいかなと思います。
こちらの T シャツお値段12,800円と消費税です。続きましても映画 T シャツですね。こちら、ダークナイトの T シャツで、サイズ表記は XL です。で、こちらですね、ダークナイトの、ジョーカーがでっかくプリントされています。このデザイン、意外と見かけない気します。珍しいと思います。でサイズ表記 XL で、ボディも全然血み出てなくて、身幅もしっかりありますし、着丈も全然長いです。僕で合わせてしまうと結構 T シャツがオーバーサイズになってしまいますが、夏1枚で履く分にはこれくらい大きくてもいいと思いますし、ショーツとかで合わせるとかっこいいと思います。こちらのダークナイトの T シャツ、お値段が 25,800 円と消費税です。続きましてスノーホワイトですね。タグは欠損してしまっています。こちらも黒ボディで、ディズニーの T シャツなんですが、白雪姫の、ボスが、プリントされています。意外とこのヴィラン出てきませんし、ヴィランの集合ではなくてこのピンで、抜かれているスノーホワイトオンリーのデザイン、可愛いと思います。で後ろに、ディズニーヴィランズのプリントが入ります。でこちらサイズ表記あったとしては XL くらいですかね。身幅もかなりありますし、僕だとゆったりいい感じのサイズ感で着れます。着丈はでもそこまで長すぎないかなと思います。こちらの、スノーホワイトの T シャツでお値段こちら 19,800 円と消費税です。続きまして、ワイルドワイルドウエストという映画 T シャツですね。こちらボディがタルテックスボディで、サイズ表記は XL ですね。でこちら1999年に公開された映画で、ちょっと、私も詳しくは存じ上げないんですけれども、マイナーな映画かなと思います。で後ろはこんな感じです。マイナーな映画って意外と、辛いのが多く出てくるイメージなので、映画お好きな方で、この映画好きな方とかいらっしゃればぜひおすすめの一着です。で袖と裾は、ダブルで縫われています。でタルテックスの XL かなり僕だと大きめです。こんな感じのサイズ感です。後ろもかなりいいグラフィックです。こちらの映画 T シャツでお値段が7800円と消費税です。続きましてシリアルキラーから、一着紹介させていただきます。こちらデッドストックのものですね。サイズ表記はラージです。で裏面はこんな感じですね。でこちら白ボディで、サタデーナイトフィーバーですね。はい、アイロンプリントがまだ全然剥げてないです。意外と、白ボディ出てこないかなと思います。でラージですが、まだこちらデッドストックの個体ですので、チミ全く入っていなくて XL くらい今実寸であります。僕だとかなり大きめです。シンプルですが着やすいと思います。こちらのサタデーナイトフィーバーでお値段 15,800 円と消費税です。続きましてもシリアルキラーですね。本日ちょっとシリアルキラーの T シャツ多めでやらせていただきます。タグがこちらシリアルキラーの星のタグですね。こちらです。でサイズ表記は XL です。でこちらもレッドストックの個体ですね。でこちら映画がフェイクの切り抜きです。こんな感じです。アルパチーノとか、若いジョニーデップとかもいて、かっこいいんじゃないかなと思います。映画通な方とかが欲しくなっちゃうようなデザインかなと思います。でネイビーボディでこちらレッドストックです。サイズ表記 XL なんで、僕で合わせると、かなり大きめかなと思います。体格いい方とかにぜひおすすめです。こちらお値段が 39,800 円と消費税です。続きましてスカーフェイスですね。こちらシリアルキラーなんですが、タグは欠損してしまっております。でこんな感じでスカーフェイスの、ラストシーンですねがコマになって切り抜かれています。意外とこういう感じで映画のワンシーンのフォトが使われることが多いんですが、こういう感じでコマ撮りっぽくなっているデザイン、意外といいかなと思います。で演じも意外と数少ないです。でサイズ表記あったらこちらラージくらいですかね。こちら、デッドではないので僕で合わせてこんな感じのサイズ感になります。着丈も身幅もいい感じですね。で裏面はこんな感じです。多少日焼けしている感じとかも雰囲気出ててかっこいいかなと思います。このアイロンプリントのハゲてる感じも雰囲気抜群です。こちらお値段が 12,800 円と消費税です。続きましてこちらですね、シリアルキラータグが、こちらでサイズ表記は XL です。でこちら黒ボディで、夢のチョコレート工場ですね。チャーリーとチョコレート工場ではなくて夢のチョコレート工場です。なのでウィリー・ウォンカ役はジョニー・デップではない方ですね。で黒ボディでシンプルですがいいと思います。で裏面はこんな感じです。こちら、デッドストックではないんですが、コンディション綺麗かなと思います。僕で合わせてこんな感じです。おすすめです。こちら夢のチョコレート工場の T シャツ、お値段が 25,800 円と消費税です。
続きまして、ツートンの T シャツですね。こちら、古いタグがつきます。巻かれている感じですね。で、サイズ表記はスモールで、こちら素材がいいんです。60% レイヨンで 40% がコットンです。レイヨンが入っております。で、白と黒のツートンで、黒のネックの部分がこちら、バインダーネックですね。で、こちらサイズ表記が、スモールで、僕で合わせてかなりピタッとするサイズ感かなと思います。ただ夏1枚で着ても涼しいので、ちっちゃめタイトめがお好きな方とかにおすすめです。極上のツートンですね。こちらレッドストックです。お値段が 12,800円と消費税です。続きましてもレッドストックの T シャツです。こちら80年代頃の、ヘインズのビーフィーのタグがつきます。 100% コットンでサイズ表記はラージですね。でこちらも残っている通り、レッドストックの個体になります。でこちらターコイズブルーですね。色味がかなり綺麗です。で裏面はこんな感じですね。夏1枚で着てあげて、下ショーツとかでももちろんいいと思いますし、秋冬、レイヤード重ねていただいていい差し色にもなるんじゃないかなと思います。こういう色味お好きな方ぜひおすすめです。こちらでお値段6800円と消費税です。続きまして半袖のボーリングシャツ紹介させていただきます。タグは、ついていないタイプですね。でこちら白ベースで白と青のツートンです。で素材はコットンかなと思います。でこんな感じですね。袖に星とかも刺繍で縫われていて、クオリティ自体も高いと思います。でこんな感じですね、袖の刺繍が。で裏面も豪華に、刺繍入っております。こんな感じです。でサイズ表記はちょっと見当たらないんですが、ML、M ミディアムくらいですかね。身幅はしっかりあります。僕で合わせてゆったりするサイズ感です。いいサイズですね。こちらの、ボーリングシャツでお値段 19,800円と消費税です。続きましていいネルシャツ紹介させていただきます。こちらタグがサンバレーのタグですね。でこちらのネルシャツ、襟はステッチダブルで縫われていて、ボタンも古いサラボタンが使われています。でこちらもちろん、マチ付きのタイプです。で色味もいいですね。ボディが白で緑と黄色と赤入ります。緑が多めで、結構着やすいデザインかなと思います。寝るシャツで定番のアメカジっぽいんですが、色味が結構優しいので、そこまで、主張は激しくないかなと思います。僕だとサイズ大きいですね。17ハーフぐらいあるかなと思います。背の高い男性等におすすめです。50sのネルシャツ、こちらでお値段が 29,800円と消費税です。続きましてスウェット類紹介させていただきます。まずはじめにチャンピオンの、こちら刺繍タグですね。90年代でサイズ表記 ミディアムです。でこちら前部位の、スクリプトが入らない無地の目なしのタイプですね。で裏面は無地です。こんな感じです。色味が、青ですかね、ネイビーですかねの中間色くらいの色味です。で、サイズミディアムなんですが、結構大きめかなと思います。縮みそんな出てないです。僕でゆったり着れます。こちらの、チャンピオンのスウェットでお値段6800円と消費税です。続きましてこちらパーカーですね。こちらタグがこちらです。でアメリカ製でサイズ表記はラージです。90年代後のものですね。でこちらはネイビーです。ネイビーの、フーディーです。で紐も残っております。嬉しいですね。でこんな感じで、ポケットもついて完全に無地のタイプです。着やすいかなと思います。この辺のレギュラーが結局一番着やすいですよね。夜、ちょっと歩くくらいの時とかにまだ今の気温だと着れるかなと思います。でサイズ表記ラージで僕だとかなり大きめです。こんな感じのサイズ感です。こちらの、パーカーでお値段が6800円と消費税です。続きましてヴィンテージの、パーカーですね。タグは欠損してしまっています。でこちらも、フーディーのタイプですね。でフードの裏地がサーマルのタイプです。で、普通のボディはスウェット地ですね。でグレーボディで、こちらも紐残ってますね。嬉しいです。でタグは欠損していますが、触った感じ、100% コットンで間違いないと思います。グレーボディ着やすいと思います。こちらも裏面もこんな感じで状態結構綺麗ですね。ヴィンテージの、スウェットとかだと結構シミ汚れ多いもの多いんですが、こちらは結構状態いいです。おすすめです。こちらの、60年代号のパーカーでお値段9800円と消費税です。
続きましてリバースウェーブ紹介していきます、まずはじめにこちら刺繍タグのサイズ表記ラージですね。こちらアメリカ製です。でグレーボディで、ワンポイントに目がつくタイプです。定番ですが、やっぱ着やすいアイテムかなと思います。お探しの方も多いかなと思います。使用感はありますが、着用に、支障が出るようなダメージや汚れは一切ないです。サイズ表記ラージで僕がゆったり着れます。いいサイズです。こちらでお値段9800円と消費税です。でもう一着、グレーのクルーネックですね。こちら 2XL です。サイズが80年代の XXL です。でこちら先ほどもの同様ですね。ワンポイントに目がつきます。先ほどのものより、状態若干綺麗かなと思います。で 2XL で僕だとかなり大きいです。サイズ合う方にはぜひおすすめです。定番ですが持っといて間違いない一着ですね。お値段がこちらも9800円と消費税です。続きましてレアカラーですね。こちら刺繍タグの、XL です。こちらもアメリカ製のボディですね。でこちらエンジボディでワンポイント青い目がつくタイプです。でこちらコンディションがバキバキです。まだ、生地もかなり肉厚ですし、裏地も、まだふかふかしてますね。で、XL 僕で大きく着れます。こんな感じです。でわざと大きく着たいのであれば XL をおすすめいたします。裏面は無地でこんな感じですね。こちらでお値段が15800円と消費税です。続きまして革靴を一足紹介させていただきます。まずはじめにレッドウィングの、PT83 ペコスブーツですね。こちらです。タグがで AT 頃のものですね。80年代です。でこちらのものなんですけれども、ソールの状態、全然すり減りもなくて、裏もですねもう全然履いた形跡は見られないです。履きじわ等はあるので、試着程度くらいのコンディションですね。かなりいいコンディションです。で、こちらサイズが、8ですね。サイズ表記が8です。でこちらの、レッドウィングのペコスブーツでお値段が、こちら25,800円と消費税です。で続きましてコーチバッグですね。こちらコーチの印字見えると思います。で内側の状態はこんな感じですね。ちょっと見えづらいんですけれども、内側も状態かなり綺麗です。でこちら、人気の、紐でこういう風に絞れるタイプですね。可愛らしいです。で外側からこういう風に蓋をできますね。でこちらいいのが、リュックタイプですね。肩にかけてもいいと思いますし、リュックのように背負ってもいいと思います。で色味も可愛らしいブラウンです。で僕が背負ってこんな感じのサイズ感になります。こちら女性におすすめですね。お値段が7800円と消費税です。続きまして、アウター系を紹介させていただきます。まずはじめにパタゴニアのプルオーバーですね。タグがこちらのタグです。でサイズ表記 XL で、こちらですねファブリック USSA です。で年代なんですけれども、ちょっとこちら切れてしまっているのとかすれてしまっていて年代は読み取れなくなってしまっています。でこちらですね、フリースでいうシーグリーンのようないい色味です。綺麗な色味です。で後ろはこんな感じです。シェル薄手のシェルのみなので、かなり薄手で着やすいかなと思います。でサイズ表記 XL でこんな感じの、かなり大きめのサイズ感になりますので薄手なんですが中に結構重ね着していただければ、冬でも着用していただけると思います。でこちらポケットが3つつきます。便利ですね。いいと思います。でドローコードもしっかりついておりますね。こちらのパタゴニアのプルオーバーでお値段7800円と消費税です。続きましてこちらですね、スノーカモのジャケットです。タグがこちらです。サイズ表記はラージですね。でこちら、78年のものです。セブンティーズですね。で、白ボディで、結構、シミ汚れとポツポツあって、目立ちますが、もうセブンティーズのヴィンテージですので、このくらいの汚れやダメージがお好きの方にぜひ、ご購入していただければなと思います。裏面はこんな感じですね。ボディも、フードに穴が開いていたり使用感は結構見られるようなコンディションです。でサイズ表記ラージですね。僕だと結構大きくなりますが、大きくて全然かっこいいアイテムですので全然ラージで問題ないかなと思います。こちらのスノーカモのジャケットでお値段7800円と消費税です。続きましてこちら、カバーオール1点紹介させていただきます。ダック地のカバーオールです。でタグがこちらです。ヘラクレスですね。ヘラクレスのタグがつきます。フィフティーズ
かなと思います。でこちら裏地は、ネル張りです、青ベースに茶色と黄色の可愛いネルですね。でこちらポケットが、4つ、つくタイプです。でコンディションの方なんですけども、ダックの日焼けだったり、当たりが結構出てきていて、使用感もかなりあって、袖口の方ですね、このほつれも仕方がないところであるんですが、結構ほつれてしまっています。で、腕の裏側もこんな感じですね。でダメージや汚れちらほら見受けられます。でこちらサイズ表記あったとしたら、42くらいですかね。僕だと結構大きめです。こんな感じのサイズ感です。こちらの、50s のヘラクレスのカバーオール、お値段が 25,800円と消費税です。続きまして、ヴィンテージの、商品を紹介させていただきます。かなり古めですね。まずはじめに、ヒッコリーの、つなぎですね。こちら、のものなんですけども、まず台襟がなくて、でボタンが、月桂樹ボタンが使われていますね。月桂樹ボタンで、こちら下の方がこちらドーナツボタンが使われていますね。でこちらポケットは変形のタイプですね。おそらく40年代頃のものかなと思うんですが、もしかしたら30年代頃のものかもしれないです。でこちら、裏面はこんな感じですね。結構状態、ちらほら、ダメージ等あるんですが、ヒッコリーですし、かなりのヴィンテージものですので、多少のダメージや汚れは、仕方ないのかなと思います。こんな感じですね。袖とかもこんな感じです。でこちら1点ですね、裾が上げられてしまっていて、裾がこんな感じですね。ただ裾が上がっている分、結構日本人サイズに仕上がっていると思うので、そこもおすすめのポイントですね。でこちら実寸が、ウエストが38インチでレングスが28インチですね。先ほど言ったように、あのレングスが上がっている分、着られる方結構増えたのかなという印象です。こちらの、40年代頃の、ヒッコリーのつなぎで、こちらお値段かなり安いです。お値段が 19,800 円と消費税です。続きましてスカジャン紹介させていただきます。黒ボディで、前にガントラが2体いて、こちらバックがコリアンマップですね。で黒ボディでサイズもかなり大きいですね。 L 余裕であると思います。でこちらジッパーがスピードジップ使えていますね。で50年代後のものです。でこちら状態なんですけれども、こういう感じで、結構汚れありますね。これもまた雰囲気出てかっこいいかなと思います。で裏面はこんな感じで、裏面は青ですね。でイーグルとこちらトラが裏にいます。でサイズ L くらいあるので、僕が着て僕で合わせてもう余裕のサイズ感です。中綿もしっかりありますが、もう着丈も長いの本当に出てこないので、スカジャンお探しの方おすすめです。黒の、ラージサイズで、こちらもかなりお安いです。お値段が 65,800 円と消費税です。続きまして、こちらのライダースジャケットです。こちら、形なんですけども、ハーレーダビッドソンの、サイクルチャンプという形ですね。こちらです。でこちら裏地が、ウールで変えられてしまっています。本来はここにハーレーのタグがつくんですけれども、もう裏地切り替えられてしまっています。でジッパーがこちらタロンジップ使われていますね。でこちらジッパーエンドがこの字止めです。で40年代号のハーレーダビッドソンです。でこちら、僕で合わせてサイズ感こんな感じですね。こちらもサイズ40くらいかなと思います。で裏面はこんな感じ、襟元だったり肩だったり、ダメージはかなりあるんですが、もうヴィンテージのライダースはこの、レザーが剥がれている感じとかお好きな方もかなり多いと思います。革もしっかりしていてかなりかっこいいです。こちらも、裏地もオリジナルで状態綺麗だったら、多分25万8000円くらいつくものかなと思うので、かなりお安めなお値段で買えるので、こういう雰囲気お好きな方だったり裏地気にしない方には、かなりおすすめです。こちらの40年代のハーレーダビッドソンで、お値段こちら 59,800 円と消費税です。続きまして、スラックス紹介させていただきます。こちらボディがチャコールベースですね。でジッパーがこちら、タロンジップ使われています。で後ろこんな感じですね。ウエスタンスラックスです。でこちら状態もかなり綺麗ですね。ですいません、タグがこちらです。しっかりアメリカ製ですね。でこちら、実寸で、ウエスト36インチのレングスが33インチです。
僕だとかなり大きいですがサイズハマる方ぜひおすすめです。こちらお値段が6800円と消費税です。続きまして、ミリタリーのパンツを紹介させていただきます。タグがこちらですね。こちらサイズがいいです。ミディアムショートです。でこちら1980年のものですね。1980年です。こちらです。で、リップストップ時のタイプで、鴨柄です。で裏面も、鴨柄入ってます。でこちら実寸が、ウエスト35インチのレングスは29インチです。かなりゴールデンサイズだと思います。この辺太く履いてももちろんかっこいいので、おすすめです。こちらでお値段が6800円と消費税です。続きまして、リーバイスの519ですね。こちらタブもしっかり残っています。リーバイスですね。でジッパーが、こちらリーバイジップ使われています。90年代号のものかなと思います。でこちら、白ですかね。白の色味で可愛らしいと思います。でこちらも、サイズいいサイズです。ウエスト32インチのレングスは34インチですね。裾上げしちゃっても全然いいと思います。こちらお値段が7800円と消費税です。続きましてリーバイスのレギュラー501ですね。こちらリーバイスの501でこちらパッチもしっかり残っています。リーバイスの501でメイドイン USA も読めます。でウエスト31インチのレングスが32インチです。でこちらタブもしっかり残っています。でこちら色もかなり濃くて、まだ微妙に毛羽立っている個体でうっすらヒゲも出てき始めているような状態です。いい色になっていくと思います。こちら実寸がウエスト32インチのレングスが30インチです。こちらもいいサイズですね。サイズ余る方には、ぜひ育てていってほしいですね。こちらお値段が9800円と消費税です。続きましても、レギュラーの501です。先ほどのものよりも、もう一段階色は濃いと思います。こちら501ですね。でパッチがこちら501のウエストが27インチでレングスが30インチです。こちらも細い、女性の方とかにゴールデンサイズかなと思います。で赤タブもしっかり残っていてもうがっつり毛羽立ってます。もう数回洗いくらいしかされていないようなミントコンディションです。でこちら実寸がウエストが1インチでいてレングスが1インチ伸びてしまっていますね。ウエスト26インチのレングスが31インチです。僕だとちょっと長いんですが、サイズハマる方おすすめです。こちらでお値段が9800円と消費税です。続いてもレギュラーの501です。こちら501ですね。でパッチ501ウエスト36のレングスが30インチ、しっかりメイドイン USA 表記も読めます。で赤タブがレジスターのみのタイプですね。嬉しいかなと思います。こちら先ほどのものより色は薄いんですが、ヒゲも、結構出てき始めていますね。また履き込んでいただければ、もっと濃淡がしっかり出たかっこいい面構えになるかなと思います。でこちらも状態いいですね。レングスもオリジナルです。でこちら実寸がウエスト36インチのレングスが31インチです。こちらもサイズハマる方多いサイズだと思います。お値段が9800円と消費税です。続きましてヴィンテージですね。リーバイスの、505ですね。こちらジッパーが古いジップ使われているんですよね。ジッパーグリッパージッパーです。でパッチは、取れてしまっていますね。パッチ取れてしまっていてこちらビッグイーです。505のビッグイーです。でもちろんシングルステッチですね。でこちらウエストチェーンステッチの、前は V 止めじゃないタイプですね。でこちらボタン裏がちょっと見えづらいんですけどこちら5番です。でもう言うことないですね。雰囲気系の、もう極上の色してます。もうヒゲもがっつり細かく入っていてもう濃淡もしっかり出ているような状態です。でこちらの個体ですね、裾部分、切りっぱなしになっていてこちらで若干ロールアップしていたロールアップの跡も見られます。でこちらいいのが、こちらですね、片耳をつくタイプです。珍しいと思います、片耳です。で裏面見ていただきたいんですけども、こちらブリーチ飛んでいますね。このブリーチの飛び具合とかもかなりかっこいいと思います。で、蜂の巣も綺麗に出ていてなんかすっごいかっこいい特殊な色落ちって感じですね。珍しい色落ちかっこいいです、してます。
でこちら実寸も、細い男性とかにいいサイズです。ウエスト30インチのレングスが28インチです。で僕が気持ちゆったり履けます。いいサイズです。サイズジャストの方に、細めのシルエットで履いていただきたい一本かなと思います。お値段がこちら5万9800円と消費税です。続きましてこちらリーバイスの、501XX ですね。でリーバイスの501です。でこちら、パッチも残ってます。レーザーパッチです。でベルトループが、センターループですね。でこちら、赤タブしっかり残っていて片面です。で、年代なんですけれども、サイドステッチも、かなり長いです。でこちら、リベットの刻印が、中央に寄っていて、40年代のものですね。40年代の後半頃のものです。で内側見ていきたいんですけれども、もちろんスレーキューラーはカッパーで隠しリベットもしっかりついています。で、トップボタン裏ですね。このぷっくら膨れているのも、可愛いかなと思います。かっこいいです。でこんな感じですね。で続いて色見ていきたいんですけれども、このペンキとオイル汚れ、もう当時、履いていた、もう作業で飛んでいる感じの雰囲気、極上かなと思います。もう一点物ですね。一点物、他の人とは被んないです。こんな感じです。綺麗な片面買うのももちろんいいと思うんですが、こういう一点物、個人的にかなり愛着湧いて履けるんじゃないかなと思います。で後ろもですね、前ほどではないんですけれども、結構頑張って作業していたのか後ろにもかなり飛んでいます。でアーケードステッチがイエローで、もうこの面紙が取れてしまっている感じももう雰囲気出てますね。かっこいいです。でイエローステッチもかなり多く使われています。でレングス、こちらオリジナルで当然耳付きです。オリジナルのレングスなのも嬉しいポイントかなと思います。でこちら実寸もかなりいいサイズです。ウエストが30インチのレングスが33インチです。こちらレングスもオリジナルなので、ウエストで合わせていただいて、背の高い男性とかだったら1回ロールアップしていただいて、この、耳とか見える感じとかで履いていただいてもいいんじゃないかなと思います。コンディションも目立つようなダメージは特にそこまで多くないですね。かなりこれから履いていけるコンディションかなと思います。こちらでお値段が35万8000円と消費税です。